Thank you.
そしてその荻原さんの日本はどうなるかと、はいはい、私ねちょっとまあちっちゃい話なのかもしれないが上がってくるんですよ。で困ったことにその時期って春闘なんですよ、うん、で春闘にじわじわ物の値段が上がってきて、あとトランプ政権どうなるのかを見て、この間銀行協会は後ろ向きにいやあんまり上げないみたいな話をしたら、政府からめちゃめちゃ怒られました。あのトランプさんまだ何も考えてないですから、うんうん、あのまずそこから、ね。